あ、単独コンサート今日はって書こう。めちゃくちゃそう、久しぶりにこれ着ようと思って、最近なんか変わり映えしなかったから。横浜観光してる。だって、どこ行ってんの？チーム4、なんてチーム4ってやっぱり素敵。嬉しい。なんでですか？昨日チーム4でなんかやったとかなかったけど。あ、そういうこと？峯岸チーム4さんがってこと？ちょっと勘違いさせないでよ、まったく。伝説の魚で峯岸さんの塩で踊ってる姿を返してきた。そうなのよ、あれね、あの伝説の魚で千手観音をやって、そもそも伝説の魚はあの新規振り付けだったんで、そう、私が一番苦戦したあのダンス難しいって言ってたのが伝説の魚の新規振り付けの振りで、しかも一番楽しみにしててくださいって言ったのが伝説の魚のあの千手観音だったので、もう全部私のその話してた全てはあの伝説の魚に詰まってたって感じだったんですけど、はい、本当に本当にね、本当にね、なんていうの、その千手観音なんてやったことないじゃん、大体の人って。だからなんか嬉しくて、そのダンス踊るのもすごい楽しいし嬉しいけど、あの千手観音っていうなんか特別なことをしてるっていうのが、いや、すごい嬉しくて、しかも千手観音やるときにもともと最初ね、どういう並びにしようかってなって、普通にまあ横位置で普通に集まるかとかなったけど、そう、でもやっぱりその峯岸さんの後ろに小さい子から並べたら綺麗になるねって話になって、その順でまあ私がね一番先頭になったので、もう誰よりも近くで峯岸さんの真後ろでもうやってました。そう、あれは思い出ですね、本当にマジで真後ろですよ。確かに小さくてよかったね。そうなんか多分伝説の魚見てる分には多分難しそうだと思わないと思うんだけど、実際あの新規振り付けって家でその動画見てやってくるとかじゃなくて、レッスン場行って教えていただくっていうことなので、マジで私覚えるの苦手すぎて、もう最初全然覚えられなくてすっごい苦戦したでした。青春はできてないです。青春踊ってないよ、私たち。青春はネギシチーム4さんだけでやって、そう、ラブ修行はまあ出てはいたけど、もうすごい一番後ろの一番端だったので、なんか一緒に踊ってる感覚はあまりしなかったですけど、あと写真する、なんかその写真ネットに上がってる写真とか、その集合ラブ修行の終わりの写真とか、私の反対側の端っこは写ってるのに私側の端っこは写ってなくて、あ、だからなんか本当に撮ってたのかなって感じはする。うん、私はね、アーカイブ見たい、私も見たい。完璧じゃないです、完璧じゃない、全く。やめて、夜遊び出たかったよね。いや、あれはね、あの方々でやるからいいんですよ。出たいというより見たかったよね。引き続きで見たいと思ってた、リハの時から。
いやそう、ゆうこさんね、そう面白いですよね。あのラブ修行でそう紛れてってい う、あれみんな気づいたのかな。私たちはリハーサルもしてたから、私たちは知ってたんですけど、さすがにね。宇多田さんとお話ししてないです。なんかそうお話はできてないですけど、一緒のな、あのポニーテールとシュシュのすごいオリジナルの衣装を着てめちゃめちゃ嬉しくて、あれめっちゃ可愛くないですか。めっちゃ嬉しかった。そうで最後になんか板野さんのとこに私たちは何人か8人寄ってって1人ずつ目を合わせるってところがあるんですけど、そう私目を合わなかった。私が多分一番最後だから、その私の前の人で最後だとちょっと思ったのかわかんないけど、私の方見てくるのか悲しかったけど、一緒に披露できたのは嬉しかったです。誰か王子と写真撮りましたよ。撮りました。パチドラ行きたくなった、どういうこと、なんでだ。誰の衣装、高見さんの衣装でした。ポニーテールとシュシュ、写真撮れましたけど、まだ載せてないです。載せようかマジで迷ってる。見てほしさはあるけど、そう自分の中に撮っておく見たいのもあるし、でもその卒業生の方が SNS にもし載せてくれたらめちゃめちゃ嬉しいから、私もそれに続いて載せようとは思ってる。っていうあれですね。今日も楽しみにしててください。カラフルのチェック、あーチームカラーのやつあるよ、あるよあるよあるよ。インスタストーリーにね見ましたよ、スクショしました。それな、束縛だけはやめてくれ、それはそう。でもさ、なんかこういうコンサートの時でさ、まあなんか何かしらなんあると思うじゃん、普通に考えて。ない時も多分あると思うけど、だから、ね、ゆりさんの煽りはありますか。え、知らないよ、あるのかな。え、わかんない、煽り聞いてないな、誰が煽りとかわかんない、それは。私は「うちは振るね、ありがとう」。それはダメでしょ。台無しになっちゃう。そう、まあとりあえずなんか昨日は本当になんかすごい、なんかもう私的にはもう本当にダメだ、やめよう、ちょっとファンみたいになっちゃう、ファンなんだけど。ファンだけどちょっとやだ、やめよう。話すのやめよう。そう、会えて嬉しかった。そうなんかまあ誰とは言わないですけど、まあ、本当にもう本当に私があのお披露目される前だから2018年3月3日よりちょっと前ぐらいに会ったっきりだから、もうほぼもうなんていうの、指名グラトルで指名はしていただいたけど、まだ正式に加入はしてない、お披露目前のその期間に一回お会いして
でそれからもうずっとね会ったことはなかったんですよ。そうだからそうめちゃめちゃ嬉しかったし覚えててくれたんですよそう覚えててもくれたしそうめちゃめちゃ嬉しかった。幸せオーラ出てる。いや本当に嬉しかったのね。リハの時にずっと見てた、後ろで踊りながらラブ修行そうマジで嬉しかったし、そう写真も撮ろうねって言ってくれたし、でそうなんかさ写真撮ろうって言われたのが開演前で、その時も結構開演前すぐだったので、その時は撮れなかったんですけど、そうだから終わった後撮るんだと思って、そしたら終わっあのこコンサート終わった後、私はえどこにいるんだろうって思いながら、え撮れるのかな本当にって思いながらそわそわしながら、あの楽屋行き来してました一人でマジで落ち着きなかったと思う本当にあんな落ち着きなくなるって感じ。そうで、そう楽屋の前をねその方が通って、あはっと思ってそう行きましたやばすぎ、なんか本当に懐かしい気持ちになりました。その昔の気持ち、ファンの頃の気持ちになりました、なりましたとか言って、そうただのファンじゃん、本当にそれだよ、本当にそれすぎて、なんかちょっとあファンだって思う私ファン見たっつって思って、ああのねポニーテールとシュシュはあの全員ポニーテールにするっていう決まりがあったので、その時だけはポニーテールにして、あとはそれ以外はずっと下ろしてました。さっきその舞台今から行けるわけないじゃないですか、単独コンサートなんだから。さっきその舞台何時からなの。いけないでしょ、本番前にさすがにいけないよシャワー近くて嬉しかった、イエイ。楽屋たくさんあるのだって、たくさんあるんじゃないわかんないですけど、でもメンバーその AKB 現役メンバーと卒業生の方の楽屋はあの階が違いましたね、だからそのそ全然ほぼ合ってないです、卒業生ファンが今は立派なメンバー、すごいすごい本当になんかすごい嬉しかったです。なんかもう本当にやばすぎる、ちょっとごめん本当にただのファンになってる、なんか、うん、エモいってなエモいっていうかそうダメですねこれは。12時から、あ12時だったんだね、ワンちゃん行けたよそれは秋元聖華さんの写メ、あーなんかチーム K がそう秋元さんとお話ししてその流れで多分写真撮ってたのは見た、エモすぎる、いやもう一生会えないと思ってたからね私はその方と。そうしかもやっぱりそのファンだった頃はまあセナタンじゃなかったから、なんかセナちゃんって言われたのがすごい嬉しかった、なんかわかりますかこの気持ち、わかんないみんなセナタンじゃないですか今大体
そう、だからおせなちゃんって言われてなんか懐かしい感じがしたそう、一生見れないと思ったですよね。わかりみが怖い、やった そのね、そうなのよね、そんな感じですということで終わります、終わります、終わります。半時代に認知されたんだってそう、幸せでしたということでランキング見ます。さやちゃんって呼んでたもんな、だってよくご存知でよくご存知で。13位、オノピーさん。12位、キョンちゃん。11位、ノリックさん。10位、赤花のソルテさん。9位、エイニャンさん。8位、ヤマトさん。7位、ウルクルクセンブルクさん。6位、ガキッチュさん。5位、ヒロさん。4位、台湾中心さん。3位、千葉メガさん。2位、マサキさん。1位、シンさんです。ありがとうございました。ギフト読みます。翼おしいさん、やんちゃんさん、マッシュルームッチさん、千葉メガさん、ヤマトさん、ユーミリン、まさきさん、ニット帽のアクアさん、ドラゴン Z、シンさん、オノピーさん、台湾中心さん、ヒロさん、ウルクルクセムルクさん、ミッチーさんです。ありがとうございました。太陽のアトさんもありがとうございます。皆さん、コンサートに来られる方はぜひセナタンのこと見つけてください。17ライブは無料で見れますので、ぜひその見てください。皆さん、昨日よりは、まあ昨日よりかは、まあまだ映るかもしれないです、わかんないですけど、昨日よりかはそんな多くはないかもだけど、昨日よりかは映ると思いますので、ぜひ見つけてください。ではまた後で会いましょう。バイバイ。またねー。